二類では情報と理工学の学問分野の融合、すなわち新しい学問領域に進むための基礎を広く学びます。二類で行っている研究テーマは社会に直結したものが多く、例えば医療福祉工学ではブレインマシンインターフェース技術、脳科学研究、遠隔医療、手術ロボット、がんの早期発見。安全の分野では無線ネットワーク技術、情報セキュリティ、交際認証技術、顔認識技術、自動運転技術、障害物回避、自動ブレーキ、その他ロボティクス、地球環境問題の解決などに興味のある方が進学されます。多くのことが学びたい人、新しいことに挑戦したい人の入学を歓迎いたします。